はい。皆さん、こんにちは。今日からちょっと新しいシリーズをやっていこうと思っています。サムネイルにもありますように、音楽フリーランス成功秘訣シリーズというシリーズをやっていこうと思います。僕も音楽に本格的に携わるようになって約15年ぐらい経っています。文字通りフリーランス という職業になるんではないでしょうか。そんな中で自分が失敗してきたことも踏まえた上で皆さんに伝えることができたらなと思ってあまり内容を多岐にわたらずですねシリーズ一つ一つで一つのテーマに絞って皆さんにお伝えしていきたい。そんなふうに思っています。今日一つ目の テーマは、客は徹底的に初心者というテーマでお話をしていきます。音楽ビジネスは非常に難しいもので、多くのライバルがいる中で、戦略を練らずにスタートすることがよくあります。かつての私もそうでした。自分の能力が向上すれば、お客さんや生徒さんが増えるだろう。 そんな風に思っていました。しかし、それでは成功しません。自分が考えていることが必ず正しいわけではないんです。でも、僕の本格的音楽スタートというのは、島村楽器のコンテストで、ファイナリストに残って、そして、これでやっていこう。そんな風に思った矢先でしたので、 自分の気配も空すべりしていたんだと思います。ですから、いろいろ自分の中でこうすればいいだろうと思いましたが、ことごとく一つ一つ失敗していったような気がしています。間違ったやり方で一生懸命頑張っても成功はしません。そこで、私が経験した失敗例と、 それをどのように修正していって、音楽だけで成形を立てているかをお話ししていきます。冒頭にも言いましたように、客、もしくは生徒さん、そういうものは徹底的に初心者ということです。技術があるからお客さんがくというわけではありません。ちょっと例を出してみます。 自動車の教習所の先生は全員がレーサーの経験者でしょうかそうではありませんよね。小中学校の家庭教師というのはほとんどの人が大学生。そういう感じです。いわゆる完全なスペシャリストではなくても仕事は成立しているんです。だから YouTube で解説に挑戦してみたらと 進めることが案外多くありますが、ほとんどの人が、私そんな技術ないし、とか言います。音楽フリーランスになりたいという人は、知識が全くのゼロではないはずです。何か音楽に長けた部分が少しはあるはずです。私にも自分より技術、知識が上のライバルというのは、 たくさんいます。たくさんどころか万と言います。しかし、その上級者に目を向けるよりも、多くの初心者をターゲットにする方が成功の可能性が高い、いわゆる自分が完全なスペシャリストでなくても仕事というのは成り立つわけです。もっとわかりやすい例を言いましょう。例えば、 ギターを勉強したい人は必ず頭を打つことがあります。そうです。F のコードが抑えられないという問題に直面します。バレーコードっていうやつですよね。なかなか指は痛いわですね。音は出ないはペンペンなるはですね。なかなかうまくいかない。ここでギターを習う人の一つのハードルがあります。 この克服方法は人それぞれで少しずつ違います。そして、そんなことはすでに YouTube にいっぱいあると思うかもしれませんが、初心者は常に新たに生まれてきています。いわゆるこれからやりたい若い人とかもたくさんいてるわけです。いや、若い人だけではありませんよね。50、60になって、 定年退職してですね、昔好きだった音楽をもう一度再挑戦しよう。そんな方もたくさんいます。YouTube の仕組み上、新しい動画が優先表示されやすいのです。ですから、今皆さんが YouTube を見て、ああ、これもやろうと思ったけど、もうあるよね。そんなことを思う必要はありません。 YouTube 全体のオーディエンス、まあ、あ日本というところに絞ったとしても、たくさんの視聴者がいるわけです。ですから、同じ真似事から始めてもいいわけです。あなたの喋り方とか、そして、ビジュアルがいい人は得ですよね。そんなような特徴があれば、それがそのまま優位性というふうになります。過去に、 どんな動画があったとしても、あなたなりのオリジナル性を出せばいいわけです。例えば、すごく可愛い声で喋れるとか、それも一つの優位性です。ですから、コンテンツの内容は人のモノマネでもいいわけです。嘘はダメです。ですから、自分が苦労していないようなことを いくら伝えようとしても、それは心に響きません。ですから、もちろん自分がやった経験を話す。これが一番いいと思います。すべての音楽ビジネスの相手は、初心者をターゲットにすべきです。もうこれは絶対です。しかし、最大の難関は集客なんです。フリーランスでやっていきたいと、 言いながら、このご時世、個人情報を完全に伏せてやりたいという人もいますが、それは僕はどうかなと思っています。習う側に立った時に、やはり顔が見えたら安心するものです。 そう言いながら僕は最近はあまり顔は出していませんが、それは意図があって出していないわけではありません。これ男前ならどんどん出していきますが、そうではないから出してないぐらいに思っていただいて大丈夫です。ですから、こんなおっさん前に出るよりも、まあ、声だけでもいいだろうと思いながらやったりもしてるんですけれども、僕は隠しているわけでもありませんし、 スタジオ運営というのもやっていますので、もちろん電話番号や住所も公開してやっています。ですから、その面では安心していただいている方もたくさんいてるんではないかなと思われます。ビジネスにリスクのないものなんてありません。ですから、確かに個人情報を出したりしたらリスクは伴うということも ありますし、特にハートの弱い人なんかでは、いろんなアンチコメントとか、そういうのがあり、さらに、例えば電話がかかってきたりして、文句を言われたりしたら、それはそれは大変ですよね。それは分かった上で僕は話をしていますが、もちろん、ほとんどのスタジオとかを運営している、ライブハウスを運営している、 そういうような方は、ある程度個人情報というのも出しています。なるなら、実際に出会ったり、リアルなビジネスもあるからです。ですから、何も電話番号を出せとは言っていません。自分のできる範囲で顔出しをしたりすることは、安心材料になるということも覚えておいてください。 私は27歳からコンピューターの会社を法人として立ち上げたわけです。40代ぐらいまでは全国を飛び回っていまして、印刷業の方とか、もちろんコンピューター関連の会社といろんなビジネスをやってきました。音楽を始めたのは先ほども言いましたように自分で音響の仕事をやりかけて、そして 2012年に島村楽器のコンテストでファイナリストに残ってから本格的にじゃあスタジオをやりますという宣言をしてそして音楽のプロとして活動をするようになりましたまずは知ってもらうことを練集中してですねやらなければいけません知ってもらわずして売れることはありません もう一度言います。知ってもらわずして売れるということはありません。当たり前ですよね。リアルな活動で数千人の知人を作れる場合を除いて、いわゆる僕のような感じですね。名刺は何万枚と配ったかもわかりません。そういうことは今の時代はなかなか難しいし、皆さんにもそれは当てはまらないと思いますので、 ネットで知名度を上げるのにはどうしたらいいのでしょうかこれについてちょっとお話をします。これが今日の動画の一番重要なポイントです。例えば、尊重スタジオです。スクール始めました。こういうようなキャッチフレーズでは人は集まりません。尊重スタジオです。まあ 会社名というか、自分は何者かは言ってるんですけれども、そしてスクール始めました。それではですね、今、誰も知らないわけですから、そんなことがキャッチフレーズになるとは限りません。初心者がどんなことで困っているかを徹底的に掘り下げて、PR のキャッチフレーズを考えることが大切なんです。 先ほども言いましたように、F コードで克服できないギター初心者コーダースタート。こんなように、もう一個のテーマです。F コード、克服。これが一つの鍵になって、そしてお客さんというのはついてくるわけです。そういう具体的なテーマで始めることが重要です。 広げることは、オーディエンスがついた後はですね、いくらでも広げていけますので、まず、ここでは何を教えてくれる。そうすれば、多くのギターのことで困ってる中で、F コードというのは、皆さんが壁にぶち当たる、このキーワードで始めるとかいうのも一つです。これは、まあ、一例です。他に言えば、 高音が出ない初心者のボーカル集中レッスン。こういうのもいいでしょう。他には DTM プラグインインストールがわからない初心者さん集まれ。こんなテーマもいいのではないでしょうか。こうやって考えれば何百というような初心者の困りごとがあるでしょう。ええー、考えられないんです。 という方も案外多くいます。ちょっと待ってください。フリーランスでやっていくのには、このアイデアというのが一番の肝になります。本当にやりたいなら、その弱音は感心することはできませんし、どうしても無理なら、やはりフリーランスという選択自体が間違っているかもしれません。厳しい話ですがね。 そういうことで今日は人口の多い初心者をターゲットにして的を絞った困りごとをキーワードにしてネットで PR 拡散していくこういう事例についてお話しさせていただきましたが皆さんどう感じたでしょうかこのようにしてフリーランスになって 成功していく、自立していく、そういうことができるということをシリーズとして、成功の秘訣シリーズ。こういうテーマで皆さんに今後お伝えしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とかをしてですね、まあもう十分1万人というチャンネル登録になってますので、そういうことをお願いすることもないんですけれども、できたら 皆さん、この後の話、約10から20ほどのテーマがあると僕は思って、このシリーズ化をしたんですけれども、その後、皆さんが本当にフリーランスとして音楽でやっていくならば、ぜひとも今後のこのシリーズも少しはヒントにしていただけたら、そんな風に思っています。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。 まったねー。